皆さんこんにちは、学識サロンのマーです。今回は日本一の講演家鴨頭義人さんのお話の中で勉強になるお話を2つお話ししていこうと思います。まず鴨頭さんの簡単なプロフィールについて説明します。鴨頭さんは高校時代は野球部キャプテンで、春の選抜大会に出場するほど強豪の野球部に所属していました。19歳でマクドナルドにアルバイトとして入社、4年間アルバイトを経験した後、23歳で正社員として入社します。30歳で店長に昇進し、32歳の時にはマクドナルド3300店舗中お客様満足度日本一、従業員満足度日本一など様々なタイトルを受賞し、最優秀店長で表彰されます。2010年に独立起業し、2012年9月3日より YouTube にて炎の講演家として活動されており、 YouTube でも素晴らしいお話を多数されている方です。それでは一つ目のお話です。それは、今ある会社が10年後生き残っている確率は 6.3% という話です。会社というのはなくなるのが当たり前であり、生き残っているのは奇跡的な確率なのです。それでは、生き残る会社というのはどんな会社でしょう。それはダーウィンの進化論で説明できます。ダーウィンの進化論では、生き残る生物と絶滅する生物の違いが説明されています。生き残る生物というのは体が大きい生物でもなく、力が強い生物でもありません。生き残る生物というのは変化に対応できるということです。例えば恐竜と人間の比較をしてみましょう。体の大きさは恐竜のが大きく、力も恐竜の方が圧倒的に強いです。それにもかかわらず恐竜が絶滅してしまったことを考えれば理解できるかと思います。それでは現代でいう変化とは何でしょう。 AI 時代になり、世界の変化に対応していくためには常に勉強することが必要です。経営者が勉強をしていない会社は今後間違いなく潰れるでしょう。そして経営者が変化しようとしているのに、それに反抗する社員がいる場合も同様に会社を潰してしまいます。日本の社会人の1日の平均勉強時間はたったの6分です。とっても少ないですよね。しかしここで逆に考えると、1日7分以上勉強していれば半分の平均より上ということになるのです。1日7分ならできそうじゃないかという人は、今からでも勉強を始めてみましょう。そしてそれを継続することが一番大切なことです。2つ目はダボス会議の 65% のお話です。 65% とは、今日生まれた子供が将来働くときに現在まだ存在しない職業に就く割合ということです。ちなみに昨年行われたダボス会議では、あと6年後の2025年には AI による自動化が進み、 50% の仕事がなくなり、新しい仕事はどんどん生まれるそうです。例えば YouTuber やプロゲーマーなど、最近では増えてきた仕事はたくさんあります。 YouTuber は今や子供のなりたい職業ランキング第3位に入っています。今の子供たちは電車の中や街の中で働く大人の疲れた表情を見ています。そんな中、楽しそうに働いている YouTuber を見ているのですから、憧れるのは当然です。今後どんな職業が増えるのかは分かりませんが、一つ今後需要が確実に増えることが分かっている職業があります。それはプログラマーです。日本でも2020年からはプログラミングが小学生の必修になります。 AI を作り管理するプログラマーの仕事は今後確実に増えていくでしょう。今後自分の現在の仕事がなくなってしまうと心配して過ごすより、新しい AI の技術をどんどん学びましょう。そしてできることを実践していき、AI にとって変えられる存在ではなく、 AI とうまく共存できる人に成長していくことが大切なのです。
以上で2つのお話は終わりです。この動画で紹介した鴨頭さんのスピーチは説明欄に載せてありますので、実際に聞きたい方はそちらからご覧ください。最後に、このサロンでは皆さんにとって成長できる学びや明日から使える知識を分かりやすくまとめています。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。